表あたり40分で3件のご発表がございます。座長を務めさせていただきます京都大学の井田山です。どうぞよろしくお願いします。では早速最初の発表に移りたいと思います。最初のご発表は、川島さんは、はい、あ、川島さんの発表で、カーリン・ハッチンスのピッコロバイオリン新しい音楽の地形という発表です。よろしくお願いします。おはようございます。はじめまして、川島恵子と申します。昨日のお話では論外と言われるかもしれないんですが、まずはじめに私は音響の専門家でも何でもないということをお断りさせていただきたいと思います。そしてそんな私に今日このような機会を与えてくださいました MA 研の先生方に厚くお願い申し上げます。では、始めさせていただきます。私は比較文明学という分野を専攻しまして、その分野で研究をしているんですけれども、今日はその比較文明学の視点からこのハッチンさんの楽器を通しまして、アートマネジメントの現場からいろいろな活動のプロセスを紹介して、皆さんにぜひこの活動を知っていただきたいというふうに思っております。はじめ西口先生の方から、私がこれをするこの機会をいただくにあたりまして、多分いろいろ私も心配だったものですから、ヒントになるようにということで以前に行われたスペシャルセッションの、テキストをご紹介くださいました。でこの中で私がこの黄色でマーカーをつけているんですけども、このまさしく私が音響の専門の先生方にこの新しい楽器についてぜひご協力をいただいて、一緒に何か研究をしていただいたり、あるいはこれをさらに改良進化することに、協力していただいたり、あるいは、演奏家が演奏をするんですけども、その作曲家やいろいろな方々とのコラボあるいは関係において、楽器と音楽の総合作用によって楽器が楽器となっていくということを、この中でいろいろ先生も問題意識を持っていらっしゃるということが分かりましたので、今日はまさしくこれが私たちの比較文明学の視点であるということと、合致しておりますので、このような問題意識を持って今日の発表をさせていただきます。でまず比較文明学というのはどういうものなのかというインダス文明とメソポタミア文明の比較とかそういうものでは全くありませんで、現代のいろいろな出来事というのは特定の分野だけではなかなか解明が難しいということで、境界を越え合うさまざまな諸問題を、方法論をことにする知識観の融合などを前提として従来の学問方法論にこだわらない仕方で扱うという、そういう、言ってみれば何でもありのフィールドであります。で、早速始めさせていただきます。音響の先生方においてはカーリン・ハッチンさんについて、私よりももっと詳しい方がいらっしゃると思うんですけれども、さらりとハッチンさんの功績について紹介させていただきます。ハッチンさんはもともとは科学の先生だったんですけれども、フレデリック・サンダースというハーバード大学の教授の助手をしながら一緒にバイオリンの音響学の研究をいたしました。300年前に、そんな科学的な知識があったとも思われない時に作られた楽器がいまだに宝物のように扱われ、しかも良い音を出しているということで、その楽器が楽器の秘密ですね、今までバイオリンというのは大体この偶然に頼っていい楽器ができたとか失敗したとかそういう状況だったものを、楽器の解体研究をいたしまして、その中からある程度の法則を見出して、それをデータベース化していわゆる弦楽器製作者の教科書のようなものを作った方です。で詳しいことはサイエンティフィックアメリカ日本版日経サイエンス社で1981年の12月号にハッチンさんのバイオリンの音響学という論文が掲載されておりますので、そういったものをご参照いただけたらと思います。こういって、クラドニ法とかレーザーホログラム干渉法ですとか、こういったものを30年以上研究をしまして、さっき言いましたようなここにありますけれども
組み立て前の、表板と裏板の固有モードとその振動数がある条件を満たし、それらを組み合わせれば確実に良い楽器が作れるようにはなった。はなったというところは、まあ、ちょっとまだ 100% 解明されてないところなんですけども、でこれらのメソッドはフリープレートチューニング、組み立て前の板の、チューニング法ということで、弦楽器製作者の教本にもなっています。そして何よりもこのカーリン・ハッチンさんの功績というのは、この300年間誰も挑戦しなかったことに挑戦したこのハッチンス・オクテットといわれる新しい弦楽器を研究開発したことです。この、いい、弦楽器の条件というものを研究する傍らで、あるあのヘンリー・ブラウントという、作曲家が来まして、このピアノの鍵盤音域に合わせて最初から科学的なあの計算とハーモニーを計算したいい弦楽器を作ったらどうかという、まあ、提案をいただきまして、ハッチンさんはチームを作ってこの楽器の研究開発をしたわけです。でコントラバスバイオリンから、トレブルバイオリン、アメリカではこのピッコロバイオリンをトレブルバイオリンと言っているんですけども、今日紹介させていただくのはこのピッコロバイオリン。でこのピッコロバイオリンの特徴なんですけども、まず、大きさがですね、まあ、通常のバイオリンが58センチ大体ですね、そうすると、まあ、45センチ、で分数バイオリンの4分の1よりやや小さめという大きさになっております。そして、見ていただくと分かるようにこの F 字孔が大きく長く取ってあります。そしてボディが薄い、あるいはあの、まあ、一応、まあ、さっき説明してなかったんですけども、普通のバイオ、通常のバイオリンよりも1オクターブ高い音域を担うのがこのピッコロバイオリンですので、その1オクターブの音域を実現するためには弦が細くてはならず、まあ、あの弦も短くてはならないんですけども、しかもその演奏に耐えうるだけの強度を備えてなければいけないということで、この特別な E 線を作るというか、あの見つけるといいますか、それに大変な苦労をしまして、このオクテットのうちの7つの、ものは、まあ、すぐにできてしまったんですが、このピッコロバイオリンだけは何年も何年も試行錯誤が続きました。特に、まあ、アメリカではトレブルバイオリンと言われておりますので、トレブルトラブルと言われて非常に苦労したと言っています。そしてあのベル研究所がNASA のために開発した特別な素材というものがあるということが分かりまして、というのはこのベル研究所の研究員も実はこのハッチンさんの研究チームの一員だったということで、 0.178 ミリで53万パウンドパースクエアインチの、ワイヤー、特別なワイヤーを一線に使うことで、この通常のバイオリンの 1オクターブ高い音域のピッコロバイオリンが完成をいたしました。そして他のオクテットの、種類とも、バランスがよく、さらに、現在では、まあ、コンサートホールは1000人から、まあ、2000人ぐらいのホールですので、まあ、そういうところでも演奏しても、ちゃんと音が届くようにということで、小さいながらも音量が出るという、そういう、まあ、楽器にするためにさらに研究を進めてやっと完成を見たわけなんですけども、まあ、ご覧の通りネックが非常に短いので、まあ、大人の演奏家が演奏するにはかなり演奏法が難しいのではないかということで、果たしてこの演奏する人が育ってくれるのか、あるいはいるのかどうかというのも大変な課題といいますか心配だったわけなんですけども、まあ、それに反しましてこのオクテットの中で一番最初にこの演奏家が育ったのが、このピッコロバイオリンでして、その演奏家はグレゴリー・セドフというロシアの人です。ハッチンさんはこのオクテットを、まあ、60年代から作り始めまして、いろいろな、ところにですね、演奏家に送って試奏していただいたりしたんですけども、その、一つのワンセットをサンクトペテルブルグの、国立音楽院に送りました。でこのセドフさんはそこの先生をしているんですけども、その先生方でこれは面白いなということでやってみようということで、まあ、オクテットが結成されまして、サンクトペテルブルグのホールでも演奏会が開かれました。その時はアメリカから当時すでにもう高齢だったんですが、ハッチンさんも
サンクトペテルブルクの方に行きまして、そちらでその演奏会を聞いたというふうに聞いております。そしてその時に、録音したものは、こちらにも出ておりますが、サンクトペテルブルクハッチンスオクテットの CD はその年のグラミー賞のベストクラシックレコード部門、ベストクラシック室内楽演奏部門、ベストクラシック録音技術部門の3部門においてファイナルではなかったんですが、セミファイナルに残ったということです。で、今ここにセドフさんの、プロフィールを紹介しますけれども、サンクトペテルブルクフィルハーモニーオーケストラのバイオリニストなんですが、この楽器を得まして、さっき見たところに、ハッチーさんのお宅を訪ねた写真がありましたけれども、一旦この、オクテットとしての活動は終止符を打ったんですが、その後その楽器が全部アメリカに返されて、セドフさんの演奏活動もこの楽器は終わったんですけども、その後そのオーケストラとして、アメリカに行った時にハッチンさんのお宅を訪ねて、そして、その時にもまた演奏してハッチンさんからその楽器を託されて、それからセドフさんのソロ活動が始まったわけです。で、特にこのマリス・ヤンソンスの言葉なんですが、彼の才能とエネルギーがこのチャーミングな楽器のコンサートライフを可能にした、ここが重要だと思うんですけども、やはり楽器が楽器として認められるためにはきちんとコンサート会場でやって、そのそれなりの演奏家がそれなりの演奏をして行うというのが楽器の命かなということで、そこに行く過程といいますか、まだ今現在もその過程であるんですけども、そういったものをこれからご紹介させていただきたいと思います。そして、実はカーリー・ハッチンさんは3年前に亡くなられ、98歳で亡くなられてしまったんですけども、亡くなられる前からこの楽器ができた時からですね、初めはキャットガットアソシエーション、それからその後は、ニューバイオリンファミリーアソシエーションというところを団体を作りまして、演奏家とその音響の研究者、それから作曲家、それから音楽の教師ですとかお医者さんですとか、いろんな方々を束ねて団体を作りまして、いろんな研究活動をしております。それで日本でもですね、確か82年ぐらいに日本に来まして、電気通信大学で講演をしたり、またその講演の日本語の訳が音響学会にも掲載されたりしているかと思いますけれども、どうもその後パタッと日本での、ハッチンス研究といいますか、ハッチンさんのこの、オクテットに関する情報とか研究をこう継承してくださる方があまりいらっしゃらなかったようで、その後ちょっと途絶えていたように思います。で、アメリカではそういった意味で、楽器製作者演奏家研究者との共同によって、今も、改良進化が進んでいます。で、楽器を作る人がアメリカにはたくさんいますので、今アメリカではハッチンスコンソートといいまして、これが実物なんですが、この一番大きいコントラバスバイオリンというのは2.1メートルぐらいの大きさで、こんな大きいので運ぶのも大変だと思うんですけども、このアルトバイオリンからこのエンドピンのこういう奏法になっていまして、これがピッコロバイオリンですね。で、普通のバイオリンがこの大きさ。それからこれは西海岸で活動してるんですけれども、東海岸にはハッチンスオクテットだけで作ったオーケストラ、オクタビーボというのがあります。そして、楽器もですね、常に進化を、今進化の途中でして、ロブスピアーという、東海岸にいるバイオリン製作者ですけれども、彼もハッチンさんの弟子として、いろいろと習った方なんですけども、これが一番左側がハッチンスモデルですね。で、ちょっとこう幅を広くしてみたり、あるいはちょっと持って演奏がしやすいようにネックを流して長くしてみたりとか。でこちらは今クレモナにいる、フランク・リーという方が作ったメゾバイオリンです。で、ボブ・スピアーに言わせますと、今、ピッコロバイオリンが一番高音のバイオリンなんですけども、今の科学技術であれば、
さらにこの一つ下のですね、ソプラノバイオリンの1オクターブ高い音域、あるいはこのピッコロバイオリンの半オクターブ高い音域の楽器も作れるに十分な強度を備えた弦を作れる素材がすでにできているということです。そして、やっとですね、去年初めて、このセドスさんの演奏を聴いた日本人の弦楽器制作者で菅沼俊夫さんという方なんですけども、去年聴いてぜひ作りたいとおっしゃってくれまして、去年から今年の間に、日本でもこのピッコロバイオリンを、作っていただきまして、今年はそのピッコロバイオリンをお披露目するように準備をしております。で、今までは習いたいという人が実はいたんですけども、楽器がないために教えることができませんでした。で、これからはですね、楽器ができましたので日本でも教えることができるということで、今現在は日本で演奏をする方が一人もいないんですけども、今後増えるというか生まれるというか、そういう第2ステージに入っていくというように期待をしております。で、そのためには先ほどから言っておりますように、いろんな方々の共同協力をいただきたいと思っております。で、これは電気通信大学の先生にお願いをして撮ってもらったものなんですが、赤がピッコロバイオリン、ブルーが普通のバイオリン、同じバッハの管弦楽曲の中から弾いてもらったものを撮ったスペクトルを撮ってきたいただいたものなんですが、こういったものは私にはどう逆立ちしてもできない芸当なので、こういう部分をぜひ皆さんに保管していただくような研究を今後していただけたらありがたいなと思っております。それで、ちょっと遡りまして、日本での活動を順を追って紹介させていただきたいと思います。私は初めて2006年に、セドスさんの演奏を日本で聴きまして、初めて聴いた音に非常に不思議な感動を覚えました。で、さらにこのハッチンスさんの研究を知りまして、非常に感動して、自分の中ではすごくこう頭の中の音楽の地平という今日は題をしているんですけど、音楽のみならず思考の地平が開かれたような、非常にこう目から鱗の感動だったわけです。というのは、知らず知らずのうちに今現在オーケストラにある楽器が、楽器の世界の全てだと思い込まされていたということに自分なりに気がついたといいますか、それで、これからどんどん新しい楽器ができてもいいんだというふうに、感動したわけなんですが、それでぜひこの活動を日本でもやろうということで、すぐさまピッコロバイオリン研究会というのを作りまして、翌年から毎年セドスさんを自費で日本に呼んでコンサート活動をするというとてつもない無謀なことを始めました。それで、この、自分の感動を多くの人に伝えたいと思いまして、音大の先生などにいろいろこういうのがあるよということを紹介するんですが、私の思惑とは全く違ってですね、音楽関係者からは新しい楽器は邪道とかですね、所詮民族楽器、民族楽器の前に所詮というのがついちゃうことも問題なんですけども、正当でないものには興味がないというような、こういう高い壁が塞がっておりました。永井洋平さんの言葉で、音楽の世界の稲穂はとてつもなく大きいという、まさにそれを実感したんです。で、壁が大きければ高ければ高いほど、私も燃えてしまいまして、で、また一方ではいくら説明をしてもですね、古楽器の場合ピッコロバイ、バイオリンピッコロですか、それと間違えられたり、あるいはただ小さいだけの子どもの楽器なんでしょうとか、あるいは曲芸のように、そのパフォーマーのようなものなのではないかというふうに思い込まれてしまうということもありまして、じゃあどこにどうやって、誰がどういうふうに関心を持ってくれるのかということで、いろいろな、自分なりの戦略を立てて、アプローチをしていきました。で、やはりまずは、ハッチンさんのことをよくご存知の弦楽器制作者のところに行きまして、いろいろ活動をしました。で、新しい楽器はいかにして生を得るか、あるいは息づくかということを考えますと、楽器を中心に、演奏家がいなければなりませんが、もちろんその聴衆がいなければならない、そして演奏会を開いてみんなに聴いていただく、
そして楽器がなければならないわけですから、制作者がいて、それを売る人がいて、また教える人がいて、習う人がいて、その楽器をいろいろと研究をしていただいて、アメリカの例のようにさらに進化をし、あるいはそのいろんな人を取り込んで、いろんな人に関心を持っていただくことで、活動として、初めて認知がされるということなんですが、日本ではその途中にありまして、大変私も毎年ツアーを実行しているんですけども、なんとなく演奏会を作ることはできるんですが、やはり皆さんに来ていただくっていうのは非常にまだどこにどうアプローチをしたらいいのかというのが非常に難しいところであります。で、そのアートマネジメントの現場からの報告なんですが、アートマネジメントという言葉は主に公立文化施設の運営などを指す場合が多くて、特に文化予算がバブル後減らされて、大学なども独立法人化されたという、そういう動きの中で、マネジメントという言葉が言われておりますが、特に、アウトリーチという考え方で私たちはこの活動を始めました。通常アウトリーチというのは、その文化施設が施設の外に芸術を持っていくと、例えば学校にホールでやっているものを次の日に学校のプロジェクトとして持っていって、鑑賞者の開拓と文化の裾野を広げる、あるいは教育を目的とするということなんですが、ここでは私たちは正当なというものにチャレンジするために、正当ということを言う人に対して、正当ではないと思われるあらゆることをやりましたので、それをひっくるめてアウトリーチと呼んでいます。そして目的は同様に、鑑賞者の開拓、鑑賞教育、文化の裾野拡大と、芸術の伸長、それを音楽を楽しむ場と聴衆の開拓を目指しました。そしてジャンルもですね、瀬戸さんもいろいろとチャレンジ精神がある方なので、正統なクラシックからジャズ、タンゴ、あるいはクラシックのスカルラッチをジャズにアレンジしたものをやったり、あるいは日本の民謡まで幅広く、編曲をしていただきまして、演奏する。そして、演奏する場も音楽ホールはもちろんのこと、プラネタリウムやお寺、それから歴史的建造物や学校、いろんなところでやっています。で、特にプラネタリウムに関しましては、瀬戸さんがこの高音の音が星や宇宙に合っているのではないか、またNASA の技術を使って作られた楽器ということもありますので、科学と音楽の融合というようなテーマで、プラネタリウムや学校などもやっています。で、歴史的建造物でも、日本で最初のとかですね、世界で最初のとか、他にないオンリーワンというような、コンセプトと、合致するようなものでやっております。で、特にプラネタリウムですとかお寺ですとかはピアノがありませんので、初めはソロでもやっていたんですが、そのピアノがないところでも音楽を楽しんでいただけるようにということで、瀬戸さんが自ら伴奏をミディで作りまして、ミディをかけて伴奏するという活動もしました。で、さらにその音楽のイメージを瀬戸さんが自ら映像化しまして、それはその鑑賞教育のツールとしても使っております。で、先ほどの瀬戸さんのプロフィールの中にありましたように、この映像作品はサンクトペテルブルグとウィーンとパリの、国際コンペティションの、マルチメディア部門でも賞を取ったりしております。で、いろいろなことをしながらですね、レクチャーをやってみたり、ワークショップをやってみたり、あるいは食事とかレセプションをして演奏家とコミュニケーションを取ってもらう場を作ったりとか、いろんなことをしまして、大体この活動に関心を持っていただけることは方は、理工学系の方であったり、あるいは異文化理解に関心が高い方々、国際派の方々と、好奇心の強い方々、いわゆるマーケティングでいう8対2の法則のこの 2に当たる方々ですね、パレードの法則といいますけれども、そういったことをしながら、ワントゥーワンの、口コミで、お客様の開拓、鑑賞者の開拓が有効であるということが分かってきました。そして、今、さまざまなアウトリーチというのを、ちょっと時間があれなんですけれども、これは、音楽ホールで、今、去年の、ライブ録音から音も聞いていただきます。これは26日と99日
器ですので、この楽器用に作られた曲というのはないものですから、まあ、音色が近いと言われるフルートの曲を演奏したり、あるいはオペラのアリアのソプラノの部分を演奏したりということをしております。あとは普通のバイオリンの曲をジョークターブ高くして、さらにそっくりジョークターブ高くしても高音部分が無理がありますので、部分的に下にしたり高くしたりというようなことで一曲一曲を演奏しております。で、次にはバッハの、ファルート DVD の映像の方も少し見てもらえますかね。スカブラッチもそのあとですけども、こういったものを、まあプラネタリウムのプログラムとしてやっております。この伴奏の部分もセブさんが指で作ったんです。次はマスネのミッタ。こういった親子鑑賞会ですとか、スクールワークショップですとか、それからマスタークラスもやっております。それから弦楽器製作者の学校で講義をしたりしています。これはモーツァルトの曲です。最後に、バッハの無伴奏チェロ組曲をこのピッコロバイオリンで弾くとどうなるかというのをちょっとこの小学生の感想文を見ながら聞いていただきたいと思います。2オクターブ半高い演奏になります。
中国で録音されておりまして、近々日本での CD を発売する準備をしております。またこの前に聴いていただきました、26bit96kHz で、ライブ録音をしました弦楽を聴いていただいたものですが、あれは iTunes の方でも、近日中にアップして販売されるようです。ちょっと間違えてしまいました。それでですね、それでは、これが、はい、で、もうまとめになりますけれども、新しい音楽の地平ということで、こういう新しい楽器ができて新しい音を聞くことによって音楽と楽器の関係だけではなくてもしかしたら、脳ですとかあるいは人間の感性とかあるいは聴覚というところにも何か影響があるかもしれないという可能性も私はちょっと期待をしております。テキストの方にもちょっと引用してるんですけども、ヴィクトル・ユゴーの、日記にはも出ているように、初めに汽車ができた時に人間は汽車の中から動いている汽車の中から外の景色を見る視覚能力がなかったということがいろいろな文に文章と記録として残っております。我々はまだあまりこういう高い音の楽器の音楽というのを聞く機会がなかったわけですけれども、これからこういう音があるいはこういう音楽を聞くことによってもしかしたらその脳やその聴覚あるいは人間のこの感覚の拡張が期待できるかもしれないということもあるかと思います。で、我々今活動している中でまだまだその、音楽の世界のイナーシャというものはあるんですけども、そういう、パイオニアがいなければ世の中は発展しないわけですので、ここ小さな活動なんですけども、私たちは初めにあったその高い壁をどうにかして乗り越えようというのは、単にこの活動この楽器やこの演奏家のことを知っていただきたいということだけではなくて、世界中のいろんなところにいろんな分野にこういって、新しいことにチャレンジしている人がたくさんいると思うんです。で、そういう人たちが多分同じように苦労していると思いますので、そういう人たちに全てにエールを送るという、ちょっと大きな夢というかそういう目的もあってこの活動を続けているわけです。で、とにかく、やり続けるということを私は決めましてやっているんですけども、やはり一人では何もできないものですから、いろんな方に応援をしていただいて育てていただいて、もっともっと世の中が需要能力の高い社会になるということを願っております。で、今日はこのような機会をいただきまして、いろいろな方に一緒に研究をしていただいたり、私もできることは限られておりますので、その科学的な知識ですとか科学的な研究で、この私たちの活動を俯瞰していただき応援していただきたいなと思っております。そして、今年も6月にセドスさんが来日をしますので、もしよろしかったらこの機会にぜひ生の音を聞いていただきたいと思います。で、特に、今年は先ほど言いましたように、日本人の弦楽器奏者がこの楽器を作ってくれたということもありまして、この、レクチャーコンサート、この楽器のことをもっとよく知っていただくためのレクチャーコンサートというのを予定しております。
そして、柳田先生にもですね、ご登場いただきまして、バイオリンの仲間たちという、まあ、レクチャーをしていただきまして、その、制作者の菅沼さんからの、まあ、制作秘話ですとか、またあのバイオリニストの、中根みどりさんにも、ご参加いただきまして、バイオリニストとしての立場からのコメントをいただいたり、それからあの楽器ができておりますと、まあ、今2つ、3つ目をあの制作中ということを聞いておりますので、ぜひこの楽器を触ってみたい、弾いてみたいという方々の、その思想コーナーというのも作っております。そして2部では、瀬戸さんとこの、戸場彩子さん、芸大の方ですけれども、戸場彩子さんのピアノで、この演奏会を予定しておりますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。では、これで私の拙い発表をさせていただきます。はい、ありがとうございました。あと4分ほど。ありがとうございました。では、あと4分ほどございますので、筑波大学の寺澤といいます。今日はすごく刺激的な発表をどうもありがとうございました。あのピッコロバイオリンどうなってるのかなって結構思ってたんですけれど、なんかこのように精力的に活動してくださってる方が登場してるんだってすごい感動があって、まずなんかこの感動を伝えたいなっていうのが一つあります。で、質問もあるんですけれど、先ほどあのお話にあってあのピッコロバイオリンのための曲がまだ作られていないっていうことがありました。であのやっぱり新しい楽器として認められるためにっていう話で、この文脈からいくとピッコロバイオリンならではの特徴をフルに生かしたあの、でしかもせっかく瀬戸夫さんのような方もいるのですから、とってもビルチュオーシックな曲を作って打ち出していくことっていうのは非常に重要だと思うんですね。でその時に問題になるのが、通常のバイオリンと奏法なのがどういうふうに異なってくるのかっていう話なんだと思うんですけれども、その奏法的な意味で の普通のバイオリンとピッコロバイオリンの差はどういうふうになってるのかなと思って、ちょっとお聞きしたく。はい、ありがとうございます。私自身は演奏家ではありませんので、詳しい奏法についてはあまりコメントはできないんですけども、まあ、ネックがあの短いというところでかなりご苦労があるようです。でもしいいですか、あの今日その中根みどりさんが見えておりますので、中根みどりさんはこの間あの、バイオリン制作研究会の会場に出展されました。あの菅沼さんが作ったあのピッコロバイオリンを試奏していただいてますので、そこら辺をちょっと聞いてみたいと思います。はじめまして、中根みどりと申します。あの今回あのお話をさせていただくことになっております。あの6月21日にあの瀬戸夫さん の会がありますので、どうかあの皆様お越しくださいませ。私はあの38年間あの東京都あの交響楽団という、あの東京といってあの東京都 の促進全体にしてありますオーケストラであのファーストバイオリン、あの第一バイオリンを弾いております。で昨日もあのビオラ の国際コンクールが行われまして、これはインターネットで発信されていると思うんですけど、ファイナル の、コンクールがあの昨日ありました。それであの私はいつもバイオリンで高い音を弾いているんですけれども、あの、まあ、ビオラの音を聞きながら、あやっぱり全然違う楽器なんだなというのを感じて、でそのまたあの4日ほど前には菅沼さんというあの日本人で初めてハチスさん の、このピッコロバイオリンを著作された方 の楽器を弾いてみました。まあちっちゃいだけで違いはないわねっていうのではなく、もう全然バイオリンとはあの従来のバイオリンとはもうかなり全然違う楽器だなというのが私が一番初めに弾いた感想です。ですからあのバイオリンとこう比べてあの演奏するのではなく、やはり同族 のソプラノ楽器とかあのハチスさん その8台の楽器を やはりあの揃えて、あのその仲間で演奏活動をしていった方がこのピッコロバイオリン の、アピールというかあのをあの進化させるためには、あの日本で定着させるためにはあのそういうことの方が必要なのではないかというのが私の
とんど分数代わりの感じなんですけれども、音が1オクターブも普通に弾いた状態で高いので、すぐに弾けるようになると自分では思うんですけれども、実際にそんな練習したわけじゃなくて、初めてその場で弾いただけなので、わからないんですけれども、自分としては、はい、ピッコロバイオリン可愛いなっていう感じで弾いてみたいと思っております。何か、ありましたら、私でわかることであれば、はい。それでご指摘のようにですね、確かに作曲されたものが、特別に作曲されたものがありませんので、ぜひもしこちらにですね、作曲の関係の方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いいたします。それからさっき言いましたヘンリー・ブラントという方は、このオクテット用に、作曲した曲が あって、それも録音はアメリカの方であります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に私からもう一つだけお伺いしたいです。お伺いしたいんですけど、そうですね、こういう新しいその楽器を、作ってというか、こういう広めに活動されているということで、じゃあどのくらい広まったら、よっしゃ、広まったなって思えるのかという、その一つの目標みたいなものをお聞かせいただけますか。それは非常に難しいところです。やっぱり自分のゴールをどこに設定するかということで、高くゴールを設定すれば、それなりの生き方があると思いますし、とりあえず今は大体20日間ぐらい日本に呼んで、20日間でなるべく多く演奏会をやって皆さんに知っていただくということを主眼としているんですけども、やっぱり経費がかかりますので、それをカバーするための売り上げというものも、さっきアートマネジメントの観点からなんですけども、やはり私が自費でやってますので、それに限りがありますから、きちんとそれがペイできる、あるいはその1年間の労力に報いるものがきちんと対価として捻出されるっていうことも大事なことだと思うんですね。でもそれをしないと、私がいくらこれを続けると断言しても、破産してしまったらば続けられないわけですので、そういう意味では、2007年から、始めまして、6年目になりますけれども、去年はちょっと震災でまた状況が変わっちゃったんですけども、今年は結構演奏会もたくさん機会をいただきまして、それなりに少しずつ進化しているかなという感じです。それでどこをゴールにするかということなんですけど、例えば今年はNHK の BS のエルムンドという番組に6月13日に出演することも決まりましたり、テレビに出るのがいいかどうかっていうのはまた別問題なんですが、でも明らかにメディアの力っていうのを活用させていただくと、それだけマスの方に情報が届きますので、これは一つの成果であると思いますし、こういう形で例えば、いつか、今300人くらいの規模の、ホールが一つの、目標といいますか、それを満席にするっていうのがあれなんですけども、今東京でも3箇所か4箇所でやっているので、それを、きちんと満席にするということです。でその先には、オクテットも日本に呼んで、あるいは日本で育てて、オクテットの演奏会を大ホールでやるという、そこが目指すところで、もっと言ってしまえば100年後には全てのオーケストラにこのオクテットが入るという、そこまで言ってしまえばそういう目標です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。4、5日前なんですけども、瀬戸さんのところにクレモナの弦楽器制作者からメールがありまして、自分は最後のハッチンスの歴史で、今オクテットを作っていると、ひいてはその自分が作ったピッコロバイオリンを思想して評価意見を欲しいという話がありました。それで私のところに振られてきまして、とりあえずピッコロバイオリンを日本に送ってくると、そしてこの21日にはそれも展示を間に合えば展示をするということになっておりまして、その先にはそのフランク・リーという方なんですけども、アルト、ピッコロ、メゾ、ソプラノバイオリンを携えて日本に持ってくると、そして私がその6年間活動してきたのに、なぜ楽器がないのにやってきたんだと、楽器が必要だろう、自分が貸してあるから ぜひそれを使えと言ってくれました。このように世界中でいろんな方がこのアッチンスオクテットに関して
して、まあ、関心を持って多大な努力をして、まあ、このネットワークでなんとかこの活動の先の先の先まで行けたらなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは次の発表に移りたいと思います。